基板ののデバッグで、で全信号の半分もアクセスできなかか。ったことはありません BGA があると厄介ですそれ一つでもアクセスできないボールが数百もし複数あるなら数千なんてことになりかねませんまた PCB にはテストポイント用の十分なスペースがないことが多くプローブ接続に苦心することになりますこれを XJ アナライザーは解決します 簡単かつ迅速に、XJ アナライザーは JTAG チェーンをインタラクティブに視覚化します。これはバウンダリスキャン技術を用いて、IO ピンへの物理的アクセスがほとんどないデバイスを制御します。XJ アナライザーは、各ピンの状態を制御し、観測することができます。状態を観測しながら、ハイ、ロー、またはとグリング、あるいはピンを無効にして、高インピーダンスにするなど。 すて直感的なで行えますこの例ではピンの値を読んでいます赤はハイ青はロー黒は電源など JTAG 対象外のピンです同じ画面からピンを選んで状態の制御もできます例えばこのピンを右クリックしてハイに設定しますこの例では制御するピンに接続された LED の点灯で駆動を確認できました次にローに設定します こののようにししてハードウェアの正しい接続を確認できます。これは競合もチェックするので別のデバイスがすでに別の状態で保持するラインを誤って駆動してボードを損傷することはありません次の例は2点間のショートですこのピンをトグルに設定すると隣接するボールの状態も変わりましたこれらのピン間にショートがあるということです XJ アナライザーは単体で JTAG デバイス信号を観測する以外に他のテスト機器と組み合わせて使うこともできます例えばピンを継続的にハイとローでトグリングしてオシロスコープ等で信号をモニターすればオープンやショートまたは想定外の状態を見つけることができるでしょう XJ アナライザーで基板への入力も監視できます 信号発生器を用いて PCB に遅い方形波を注入し、XJ アナライザーを使用して信号が IC に到達していることを確認できます。画面でピンの状態変化を確認して、JTAG デバイスが信号を正常に受信していることがわかります。このように物理的に接続できない信号でも、オープンやショートを簡単に解析できます。XJ アナライザーの利点は他にもあります。 ウェーブフォームビューワは JTAG チェーン上のデータをロジックアナライザー形式に観測します各ピンまたはバスのデジタル繊維を掲示的にキャプチャ表示してデバッグ効率を高めますトリガー条件を設定すればロジックレベルと立ち上がりまたは立ち下がりエッジの組み合わせで発生するイベントを記録できますこれは長時間のソークテストや断続的な障害の検出に役立ちます また XJ アナライザーでは信号をグループ化してバスとして操作を簡素化することもできます FPGACPLD にスタンプる SVF のプログラミングも可能です XJ アナライザーの起動実行は数分程度で完了します XJLink プローブ本体を PC に USB 接続し、XJLink の構成可能な二0ピンヘッダーを基盤の JTAG インターフェースに接続します。次に各 JTAG デバイスの BSDL ファイルをロードして準備完了です。BSDL は Boundary Scan Description Language の略で、JTAG デバイスを制御するために XJAnalyzer が利用します。これは通常、デバイスメーカーから入手します。これだけです。 ネットリストやボムも不要です。ほとんどの 32bitMPU、すべての FPGA と CPLD、一部の e t h e r n e t イにも JTAG が組み込まれています。XJ アナライザーを使用するために基板上のファームウェアを実行する必要はありません。起動やクロック発信も不要です。XJ アナライザーは JTAG デバイスとそのピンを制御することで、オープンまたはショートなど障害原因の特定に役立つ非常に便利なデバッグツールです。 まだファームウェアがないプロトタイプの立ち上げや問題のある基板のデバッグの効率を高めて時間を節約します。ハードウェア上の隠れたネットを素早く簡単に観測・操作できることをお試しください。XJ アナライザーは XJ タグバウンダリスキャンツールの一部です。30日間の無料評価版を試すことができます。 詳細については、xjtag.com にアクセスするか、enchiries.xjtag.com に依頼ください。